ガメラシリーズガメラ対宇宙怪獣バイラスガメラ対宇宙怪獣バイラスは大映画制作、配給し1968年3月20日に風切り公開された日本の特撮映画作品ガメラシリーズの第4作目大映東京撮影所作品同時上映は妖怪百物語72分カラー大映スコープ 地球の植民地化を企むバイラス母子人は侵略のために宇宙船を送り込んだ。しかし、ガメラと遭遇した宇宙船1号は光線の末爆発してしまう。しかし、間を置かずに現れた宇宙船2号は地球侵略の最大の障害であるガメラの排除を目標にする。ロケに使われた葉山海岸その頃、茅ヶ崎市海岸では 日米のボーイスカウトがキャンプを行っていた。いたずら好きのボーイスカウト、マサオとジムの二人は小型潜水艇で潜航中に海底のガメラと遭遇する。子供の味方であるガメラと遊ぶうちに突然二人はガメラ諸ともオレンジ色の光のドームに包まれてしまう。バイラス星人の宇宙船が発射したスーパーキャッチ光線に捉えられてしまったのである。ガメラは 光線の補足力に抵抗して二人の潜水艇を脱出させる。しかし、その間にガメラの記憶を分析したバイラス人は、ガメラの最大の弱点が子供であることを知り、マサオとジムの二人を再び拉致する。二人を盾にされて手を出せないガメラに脳波コントロール装置がセットされ、バイラス人に操られたガメラは、黒部ダムや東京を破壊し始める。人類は、 バイラス母子人に降伏するか、人質の子供たちを犠牲にして戦うか、という二者択一を迫られ、ついに国連は二人の生命を尊重して、バイラス母子人に降伏するという決定を下す。そんな中、人質に取られたマサオとジムは、脳波コントロール装置とスーパーキャッチ光線の三角ブロック状のコイルをあべこべに付け替えることで、ガメラを解放し、自分たちも脱出に成功する。 自由を取り戻したガメラはバイラス星人の宇宙船への攻撃を開始する。ガメラの猛攻で爆発炎上する宇宙船。追い詰められたバイラス星人のボスは分裂体を合体吸収して見る間に2倍、4倍、32倍と巨大になっていく。葉山海岸を舞台についにガメラと宇宙怪獣バイラスの死闘が始まった。ガメラ映画はアメリカでは 一作目の大怪獣ガメラが劇場を公開された以外、二作目、三作目は子供向け番組枠でテレビ放映された。四作目である本作より新作ガメラ映画はこのアメリカでのテレビ放映契約を織り込んだ制作体制となった。ストーリーも劇場よりも厳しいアメリカでのテレビ、放送規制条件を満たすため、これに沿ったガメラが 悪役深海獣の侵略と戦うという完全懲悪テーマが強調された内容となっている。こういったこともあり、前作、大海獣空中戦、ガメラタイギャオスよりさらに進んで、本作以降、ガメラシリーズは子供を主役に置いた、完全に子供向けの作風となった。脚本の高橋23は、ガメラタイギャオスまでは子供向けではなかった。 ガメラタギャオスで子供を出してくれという要請はあったが、大人も楽しめる映画だった。ところが、ガメライバイラスで一つの方向性に偏ってしまった。ある意味では、お子様ランチになったことで客層を限定してしまったと言っていいでしょうとコメントしている。一方で、監督の湯浅の明は、バルゴンで大人のドラマをやってみたが、劇場の子供たちは走り回って、全く見ていない。 ギャオスでは子供がガメラに乗る場面は大歓声だった。子供が冒険し、怪獣が出ずっぱりのバイラスがシリーズ当初から本来やりたかった形だと10回しており、プロデューサーの永田秀正も同じコメントをしている。湯浅はラストで子供たちが大空を飛ぶガメラに手を振るシーンに童話的なイメージを込めたという。茅ヶ崎での戦闘シーンで、 バックにそびえる白いビルは当時、上原健、香山雄三親子が経営していたパシフィックパーカーホテルである。湯浅によると、劇中に登場する小型潜水艇は、葉山のヨットハーバーにあったものを撮影のために借りて使用したものである。U ボートを製作したドイツのメーカーの製品だったそうだが、ほとんど使い物にならず、水中で転覆すると復帰できないようなものだった。 危険なので、スタッフが、正さ役を吹き替えで演じている。大英本社の深刻な営業不振から、本作の制作予算は、特撮予算を含まない、一般映画クラスとなり、ゆあさらスタッフはいかに経費を抑えるかに不審した。ことに撮影フィルムは、通常5万フィートは、必要なところ、3万フィートしか支給されないという、極めて制約の多いものだった。 バイラス宇宙船のどこの部屋もみんな同じ作り、葉山海岸での舞台限定など、こうした低予算が反映した設定だという。本作からプロデューサーに若い中野和正がつき、湯浅のアイディアをすべて認めてくれ、高橋23にすべての制約を飲んでくださいと依頼。高橋もこれを承諾の上で脚本化してくれたという。海外版では、 アメリカでの販売条件である上映時間を満たすため、流用映像の部分を長めにして90分に伸ばして、あるが、これは湯浅に無断で行われたことだった。日本コカ・コーラがタイアップしており、画面にコカ・コーラマークが頻繁に登場する。湯浅は前作に続いて、本編、特撮の両演出を一人でこなす奮闘ぶりを見せ、スタッフ一同、これが、 ガメラシリーズ最後の作品との思いで本作をわずか25日で撮り終えた。湯浅監督は、こんな条件で撮れる監督は俺しかいないだろうと、半分は意地、半分はゲーム感覚でやったと語っていて、クランクアップ時は、やっと終わったと、感慨無量の思いだったという。しかし、公開されるや本作は子供たちに大評判となり、大ヒット。大英本社は、翌年、自作。 ガメラ対大悪獣議論の制作を決定することとなった。前作、大怪獣空中戦、ガメラ対ギャオスと同じもの。この作品から足だけを引っ込めてジェット飛行するミニチュアが使われ、以後の定番となる人気を集めた。湯浅監督によると、この下半身ジェット飛行も予算対策のための苦肉の策だった。ジェット噴射用の火薬は1本3000円した。 2本だけの仕様なら1カットで6000円いく計算である。ガメラが小型潜水艦と波エイするシーンは演技者の入っていないぬいぐるみを吊り下げて操演した。予算削減のため、ガメラがバイラス星人に操られて暴れ回るシーンは、大怪獣、ガメラと大怪獣決闘ガメラ対バルゴンのバンク映像が使われている。以下をモチーフとした知的宇宙生物で、 知能指数は2500に達する。企画当初では、月層という名が付けられていた。決定名、バイラスの名称は、週刊少年マガジン、週刊僕らマガジン漁師場での公募による。公募商品は、特賞が、金10万円の奨学金、マガジンカップ、双眼鏡などで、5人の当選者が発表された。しかし、湯浅のりによるとこれは、やらせだったといい、実際は、 2倍、4倍と巨大化することから付けられたものだったという。本作以後、ガメラ耐震海怪獣ジグラマでシリーズの敵怪獣の名は同様にマガジン誌で公募された。昭和43年3月17日の週刊少年マガジン関東グラビアではバイラスの出身がドンガル星になっていた。本編タイトルでは宇宙怪獣とされ、本作のポスターや 劇場用予告編では分裂怪獣とテロップ表記されている。後に宇宙怪獣ガメラが公開された際にガメラを宇宙怪獣と歌ってしまったため、バイラスは強制的に水中怪獣と名称変更されてしまった。公式ホームページでもこの水中怪獣に変更表記されている。正確には宇宙怪獣であり、バイラス星人という宇宙人である。 アメリカでは、バイラスは、イカのような怪物という名になっている。足は6本あり、イカのような吸盤を持ち、先端は、象の鼻のように把握力を持っていて、この触手を使って直立できる。目は人間に似ており一体、まぶたは、下から上にしまる。後部は、くちばし状。頭は3つの花弁状に分かれているが、1つに合わせると、降下しあり状になる。 水中及び空中をイカのように水平に滑走して槍状の頭部で攻撃する。槍状の頭部は非常に硬く、ガメラの復興や1メートルの鋼鉄を貫くほどの威力を持つ。2019年から複数箇所で開催された撮影造形物等の展示会特撮の DNA では公開された企画段階の絵コンテにバイラスが人間を食べ、 触手の先端内部にコイルのような機関を持ち、頭部から電撃状の光線を発射している場面があった。当初はボスだけが3メートル程度のバイラス星人の姿でいたため、子供たちに宇宙動物園に送られる生物と誤認された。バイラス星人として活動している際にはほぼ等身大だが、複数に分裂した個体が復元合体して巨大化することができる。 バイラス円盤の1号機も2号機もロスの声は和歌山現像である。生命維持には窒素が必要で、そのため大気に窒素が豊富に含まれる地球に目をつける。自らも宇宙で最も優秀な生物と合合し、他の生物は不要とさえ言い切るほどの自信家である。ガメラの腹部を突き抜いて勝利したかに見えたが、絶大な生命力を持つガメラは回転飛行で、 遥か上空に上昇。バイラスは低温下で凍りつき、身動きが取れなくなる。そのまま高速回転したガメラから振り落とされ、動けないまま会場に墜落して砕け散る。このバイラスに、ガメラが腹を突き抜かれ串刺しにされる描写は、湯浅によると、前作までで一通り怪獣同士の戦いのアイデアが出尽くしたので、今度は、サスカということで取り入れたもの。 安い予算で取らせやがってというスタッフの払いせの気持ちも多分にあったかもしれないと実感している。この場面は劇場では子供たちから悲鳴が上がったそうである。カメラ隊大魔獣ジャイガーや宇宙怪獣ガメラにも映像を流用し登場する。バイラスの美術、造形デザインは間の重要。造形はヤギマサオとエキスプロ。頭が槍状に一体化した。 創演用のミニチュアと頭の触手が分離した人間が入るぬいぐるみタイプのものとが作られた。造形者のヤギマサオによると、湯浅監督から柔軟性が欲しいと注文があり、造形については主素材選びから苦労したという。結局、ブレタンを取材室に選んで、イカのようなキャラクターを実現させた。ヤギはシリーズで一番印象に残った怪獣として、 バイラスを挙げており、人は苦労して初めて得るものがあるんじゃないか、それを教えてくれたのがバイラスだったと振り返っている。縫いぐるみの触手は6本中2本に演技者の足が入り、残りの4本は草園によって動かされている。バイラス円盤の中にいる黒い半袖服を期待者のような姿の5人の男たち。このバイラス人たちはシルエットに 目だけが点灯する不気味な姿で登場するが、このシーンは、俳優のまぶたにアイマスクと豆球を貼り付け、セリフに合わせて点滅させて撮影した。このため、夏木明らら演じた俳優は、豆球の熱でまぶたを火傷したそうである。その正体は、分裂したバイラスが、人間などの他の知的生命体に、ユニフォームのように寄生し、行動を支配しているもの。 腕がちぎれてもすぐに元に戻り、球体構造間の移動は、チューブ通路を滑空して行う。このシーンは、通路セットを縦向きに作り、俳優がまっすぐ飛び降りたものを高速度で撮影し、逆回転させたもの。ズボンの裾がめくれないようテープで止めたりと気を使った、そうである。マサオラの、怪獣が暴れてるといった嘘に、全員あっさり騙されるなど、高い知能を持つゆえか、 妙な部分で単純なところがある。終盤で、ボスによって首を跳ねられると、中からバイラスの分身が現れ、ボスに融合していった。マサオラに投げ縄で捕らえられる男を演じたのは、映画、大魔人シリーズで、大魔人を演じた、橋本力。黄色と黒の縞模様の球体5つを、ドーナツ状につないだ形状をした、ガメラよりも巨大なバイラスの侵略宇宙船。 劇中には1号と2号の2機が登場する。1号機は冒頭のタイトル前に地球の清掃圏近くでガメラと遭遇して破壊されてしまう。ボスのセリフで乗組員諸君と呼びかけがあるが内部での乗組員描写はない。スーパーキャッチ光線を放射して船外の生物をオレンジ色の半透明のドーム内に捉え対象物が人間サイズなら 船内に転送ができ、ガメラのように大きなものは動きを止めることができる。続いて、脳波コントロール装置という、脳波を支配して、生物を操る武器を出し、これを首の根元に打ち込まれたガメラは、バイラスの言いなりになってしまう。球体を一斉に反転させて底面から、ガメラのジェット噴射を消化する黄色いガスを噴出する。また球体それぞれは、 非常時には一つずつ切り離すこともできる。五つの球体それぞれの底面から着陸用の足を伸ばして着地し、独立して動くことも可能。マサオとジムを人質に取ったバイラス星人は、ガメラを操って、各地を破壊して、幸福を強要するが、子供らしい起点を生かしたマサオとジムは、自力で脱出し、ガメラの洗脳を解き、二号も一号同様反撃に出た。 ガメラに破壊されて母性に帰還できなくなり、追い詰められたバイラス星人は巨大化してガメラと対決する。船内では、脳ハイ明示装置により、食べ物など欲しいと思ったものそのものが再現され自由に手に入るが、入イルが宇宙船に危害を与えるもの、例えば爆弾などを求めると警報が鳴るようになっている。機内の回路は三角形で構成されており、この三角形ブロックで、 体を構成していて、マサオラはこのブロックを逆に入れ替えて、ガメラのコントロールを解いてみせる。湯浅監督は、これこそ、高橋23一流のレトリックと評していて、子供にもわかりやすいこの、ブロックの入れ替えアイデアを、取っていて一番、楽しいところだったと実感している。バイラス円盤の美術、造形個性的なバイラス円盤のデザインは、バイラスと同じく、間の茂雄による、 三尺サイズの成功なミニチュアが制作された。この黒い島の入った特徴的なバイラス円盤は宇宙を支配しようとするものの象徴として1.5華主義で予算をかけて作られ評判もかなり良かったという。ユアッサは後で左翼系の組合員からあれはアメリカ合衆国を表してるんでしょうと勘ぐられて嫌な思いをしたと語っている。円盤が 地上に着地するシーンがあるが、ミニチュアのバランスが非常に悪かったので、ピアノ線でミニチュアを吊り上げ、少し地面から浮かせて撮影している。スーパーキャッチ光線でできる透明のドームは、アクリル製の出来合いのものが使われ、小予算のために場面を変えて、対人間、対ガメラなど、様々なシーンに流用された。マサオたちがサンドイッチを頼むシーンがあるが、このサンドイッチは、 機内の多方形イメージと統一して八角形に切ってある。脳波コントロール装置も半球型で黄色と黒の縞模様とバイラス円盤とイメージを統一したデザインとなっている。上述したように本作の予算は徹底縮小されたため円盤内部のセットは一つだけしか用意できなかった。劇中でこの円盤の中何にもないなぁというマサオラのセリフがあるが、これは 予算不足で大道具を揃えられない現場の状況を逆手に取った演出だった。徹底した小予算のため球体内部の照明を青や赤に変えることで別の部屋に見せている。研究室ではレトルトや化石標本などあり合わせの小道具を並べていて湯浅監督によると科学への夢が一つになったものだそうである。本編で主要なシームを占める このバイラス円盤ライブの描写は、このように予算不足から同じセットを使い回して、小道具の位置を変えるなどして、別のセットに見せる工夫をとっているが、これは湯浅が師匠である、絹笠定之助の助監督を務めていた頃に、キヌガ笠から教わった手法だったという。本作以降、ガメラ映画には、主人公の少年と隊になる白人の子役が必ず起用されているが、これは、 日本人の子供の顔はみんな同じに見えるからというテレビ放映を前提としたアメリカのバイヤーからの条件だった。これらの外人子役は調布市にあったアメリカンスクールの生徒から選ばれており、日本語を話せることが採用基準だったが、話せるはずで採用したのに全然ダメだったりと苦労が多かった。 ジムの母親役のメリー・ムロースも全くの素人であり、セリフが下手で困らされたという。本作の上映と同時期にデビューした大英新人三人娘の八重垣道子、厚見まり、八代純子がボーイスカウト指導者役で揃って出演している。ボーイスカウトの隊長役の本郷康二郎は、本作の制作当時も怪獣映画への出演が不本意で、本作に関しては、 なんで俺だけ、こんな冒険団基地みたいなショートパンツはいて、ボーイスカウトやれって言われるんだって、他の俳優さんが芸術的な映画に出てると思うと悔しくて夜、寝られなかったという。しかし、後年には、まさかこんなに時代に残るとは思わなかった。今では財産になってしまった。ガメラに出られたことを本当に感謝してますよと語っている。なお、バイラス星人が、 ガメラのデータを探るシーンでは過去3作の映像が流用されているが、ガメラタイガオスからの流用文には本号の登場シーンが含まれているため、同じ作品で彼が別の役柄で二重出演することになってしまっている。本作にはボーイスカウトが全面協力しており、エキストラのボーイスカウトは全員本物である。これは以前、湯浅監督が ボーイスカウトのタイアップ映画、第4回日本ジャンボリーを監督したことからのつながりである。本作からオープニングに主題歌、ガメラマーチが登場。これは、大英専務の永田秀正が独自に、ガメラマーチを作詞。企画会議で朗読し、みんな感激してたから、曲をつけてくれと監督の湯浅に持ちかけ、劇中主題歌としたところが、大ヒット。以後、 シリーズ共通の主題歌として使われた。歌唱している大英児童合唱団とは、湯浅によると、そこら辺の子供たちに歌ってもらったものだそうで、実際には存在しない団体である。ガメラマーチを主題歌、僕らのガメラを副主題歌として、大英レコードレーベルで、朝日ソノラマからそのシートが発売された。イラスト使いのほか、声優を使った。 大迫力ドラマが収録された。大英レコード発行のそのシートには、僕らのガメラが A 面になったものがあった。公開に先駆け、秋田書店の漫画雑誌、別冊漫画王で、井上里氏によって漫画が掲載された。3月1日付発行で、劇場で B ご飯サイズの単行本が配られた。風切り字の本作の上映時間は72分であるが、 大英倒産時に輸出用90分版とオリジナルの72分版のネガが混合され90分版がしばらく正規品として扱われた過去にビデオソフトとして発売されたものはこの90分版である次に発売された LD ソフトはこの90分版をもとに再編集した81分版である現行の DVD では湯浅の協力により 国内版が復元再編集されて収録してある。ありがとうございます。